ところです。なるほど。おい、ところです。そうしますか。行きますよ。どうですか。ところです。行こう。どうだろう。バカ。なんということだ。よし。そうか。また。おう、帰ったか。つけておこう。どうする？
本当にいいのですね。囚人をさあ合体です。探りましょう。本当にこれはすぐ技能を選びなさい。なかなかの力をさ、なるほど。辿るべき道は。ここではない世界へ。数多の犠牲も力を得るため。何を悩んで。処刑後のペルソン。では始めよう。やめるのか。見るのですか。閲
覧なさい。この総合の代価はあなたの力です。このペルソン総合の代価ではお持ちなさい。終わりですか？なんだ、せいぜいあがけよ。お伺いいたします。じゃあまたね。よし。
よし。こんばんは。そう。よし。ほう、すまん。
おう。じゃあな。さて。
いらっしゃいませ。皆さん、こんばんは。ありがとう。ありがとう。そうか。よし。ああ。皆さん。私は。大事なのは。私は ですが、ありがとう。よし。ではまた。おい。
どれにするんだい？しますか。いらっしゃいませ。どうぞ、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。診察室にどうぞ。そう、効果は抜群。どうも。これは機械。どうぞ。じゃ、どれにする？それは効くかな。どうも。余計な怪我しないでよ。使えるデータにならなくなるし。それにするの？はい。決まったの？どうも。お大事に。いらっしゃい。どっちがいい？
どうする？ありがとう。なあ、どうかな。うんうん。あの、任せて。これは。ありがとう。やれるって。やれるって。緊張してきた。頑張るね。
じゃあよろしくね。お願い。こんなもんだな。じゃあね。おう、帰ったか。奥村がいつもな。なるほど。やるか。
これで ん？この時間だぞ。そういえば。では君、これだ。はい。君、あのさ、そう、知ってると思うけど、上からも君にちゃんと変に目をつけられない。カウンセ、ま、パン、パン。あ、先輩、お疲れ様です。お昼ですか？よかったら一緒にどうです？たまには外で食べようと思って。学妹很会聊。おや、お揃いだね。お、丸木先生もどうですか？先輩とお昼食べようって話してて。为什么都有一个电灯泡在那边啊？奇怪。いいの？吉沢さんのお弁当。そういうもの？動くために必要なんです。
食べた分ちゃんと動いて燃やしますし、私から言わせてもらえばお二人の食事の方が心配です。体作りはまず食から、ちゃんと食べないとダメですよそうだね、確かに吉沢さんのは栄養がありそうだ。というより吉沢さん雰囲気変わった？はい、ちゃんと気持ち切り替えられたので。なるほど、無理してるわけじゃなさそうだね。すみません、ご心配をおかけしました。いや、とても喜ばしいことだよ。でも驚いたな。問題なければでいいんだけど、何かきっかけはあったの？そうですね、先輩たちのおかげです。考えるきっかけをもらったというか、立ち向かおうって思わせてもらったというか。ですよね先輩。立ち向かうか。強くなったね吉沢さん。はい、もう吹っ切れました。話長くなっちゃってすみません。お昼食べましょうか。いただきます。あ、次の授業体育なんでした。私そろそろ失礼しますね。彼女本当に立ち直ったみたいだね。吉沢さん、この前までずっと思い詰めてるみたいだったからさ、あんなに変わるなんて驚いたよ。怪盗団に改心でもされたかな。冗談だよ。時間みたいだね。君も教室に帰らないと。それじゃあまた。模様替えしなきゃと思って。今回のはね、北川雄介プロデュースなの。色のバランスと配置で、なんというかわびさびのようなものを加えただけだ。そもそも花を選んだのは春だしな。どうやってもいい花壇になるさ。へえ、期待しちゃうわね。モナも植えてもらえば？お前こそこの間まで引きこもってたんだ。ここで光合成してけよ。じゃあ始めよっか。金魚草はあと2ミリ左だろうか。細かっ、変わんないから。つうかさ、流れで打ち上げと学園祭一緒になったじゃん。やっぱ打ち上げは打ち上げでちゃんとやった方がよくね。同感だ。打ち上げは歓迎会も兼ねてのものだし、うちうちで気兼ねないやつをやりたい。じゃあやろうよ、打ち上げ&春の歓迎会。いいよそんな、学園祭だけで十分だよ。主役がそんなだとみんなのテンション下げちまうぜ。それならイブニングパーティーなんていかが？デスティニーランドで。デスティニーランドってあの夢の国の？ちょっと時間は遅くなっちゃうけど、夜からの貸し切りプランがあるし。貸し切り？だって夢の国でしょ。でもうちうちの方がいいでしょ。そうは言ったが。ちょっと確認してくるね。発想がセレブすぎるでしょ。確認つってたけど、何の？よかった、なんとかなりそう。デスティニーランド、マジ？中にあるレストランとかじゃなくて、ランドごと？公式に金額載ってるけど、一晩でこれとかやばくね？
気を使わないで。もともと会社の親睦会のために申し込んであったのよ。でも秋分で自粛になっちゃって、今からじゃキャンセルしても全額出ていっちゃうから生かそうって思ったの。だがさすがに目立ちすぎないか。表向きは会社の名前だもの、心配しないで。そういうことなら。そうだよな、今日はダブルで盛り上がればいいし。ごめんね、せっかく手伝ってくれてるのに中断させちゃって。再開しよう。で、リアルにいくらかかるわけ？マジか！美味しかったね。料理の盛り付けが絵画のようだった。てかさ、このテーブルとかってわざわざ持ってきてくれたんでしょ？どうせなら景色のいいところでお食事した方がいいかなって。このビップ待遇感動もんだよね。さすが貸し切り。戴帽好可愛哦。只有三个人有戴耳朵，同时就算了，然后还有双眼，不过信看起来比较可爱。本当に誰もいないよね。私たちは夢の国の支配者だ。あのライティングも私たちに？そうだよ。美しい。お前の方がな。不过那个、欸、那个还算蛮用心的，都那个例会都有重画。なんてこと言ってんでしょ、世間のカップル。あれでそれ言われたら大概の女子来ちゃうよね。お前の方が綺麗。つーか、さっきからはしゃぎすぎなんだよ。あんただって同心帰りまくりじゃん。双葉がつけろってうるせえから。私言ってない。それっぽいことは言った。うまいこと言うね。これも夢の国の効果かな。やばい、微笑ましすぎる。本当だったらパレードも見たかったんだけどね。さすがに急な話だったからスタッフさんの都合つかなかったって。それはまた今度かな。つか、今回の打ち上げダントツで上がる。よかった、喜んでもらえて。こいつらに余計な贅沢教えちまったな。次の打ち上げのハードル上がるぜ。もう次の打ち上げの話か。気が早すぎだろ。でも、なんだろう、モナちゃんと会って、みんなと知り合えて、全部がうまくいってる。なんか、怖いくらい。心配しすぎだぜ。今までが今までだったから、ちょっと臆病になりすぎてるのね。ごめんね、変なこと言って。てか、そろそろ時間じゃない？緊急記者会見。あ、ドンピシャ。お父様。この度はお忙しい中お集まりいただきありがとうございます。本日は弊社の労働実態につきまして全てをお話しさせていただく所存です。社員に過酷な労働を強要したこと、食材の衛生管理がずさんであったこと、そしてそれらを企業ぐるみで隠蔽したこと、誠に申し訳ございませんでした。社長の指示の上で行われていたと、そう捉えていいんですね。はい、私の不徳のいたすところです。
御社の関係者で病気退職された方の数が数十名に上るとか。しかもこれ、御社が海外出店をすることを断固反対していた役員の方と同じタイミングで出店を狙っていた競合他社の担当者ばかりなんですよね。まずはここまで間違いありませんよね。はい。これって偶然なんですか？どうなんです？それについては重大な事実の発表があります。いよいよだな。奥村が廃人化の犯人の話をするぞ。実は、奥村さん、なんか様子が変だぞ。そのはずだが。そうだよな。あ、あ、どうした？あ、同じ思い出した。お母さんの時と同じ。これが廃人化の瞬間ということか。でもだとしたら何のために奥村さんを？くそ、どうなってやがんだ。私、あの、行ってくるね。後のことは話しておくから、みんなはゆっくりしてて。ハル！マジで俺たちのせいじゃねえよな。そう思うが。歓迎会どころじゃなくなっちゃったね。春には後で私から連絡しておく。今日は一旦解散だね。お久しぶりです。何見てるんです？あ、それ基本上凶手是他吧。これはあくまで仮説だけど、感觉枪杀是他吧。噛まれたんじゃないかしら。街頭団が奥村を廃人化したと。互いの利害関係が破綻して街頭団は用なしになった飼い主を見限った。そして証拠隠滅のために奥村を。すみません、実はその件で今日は話があって。証拠でも掴んだ？いえ、もしかしたら犯人は街頭団ではなく別にいる可能性が。どういうこと？あなたも怪盗団を疑ってたのに。可能性の話です。まだ分かりません。ただ明日奥村邸の家宅捜索を行う予定よ。囚人の校長も改めて洗う手はずが整ってる。何としても証拠を見つける、絶対に。ところであなた、我只是在猜而已。私の PC を盗みたり勝手にファイルを持ち出したりしてないわよね。就是那个黑影很像他钻进去的。誰かが私のパソコンからデータ転送したような形跡があったの。小さなエラー表示だったんだけど、それに気づいたのが先月あなたと言い合いになった直後なのよ。だからって僕？勘弁してくださいよ。本当に？
足で集めた情報がどれだけ重要かは探偵として分かってるつもりです。僕なりにプライドは持ってますから。さえさんはそういうところ大事にしてくれる人だと思ってました。それは失礼。私のデータを盗んだのは、油断してた。もう誰にも渡さない。奴らを捕らえるのはこの私。そうだが、やるか。立ちなさい囚人、主より大切なお話を賜ります。心して聞きなさい。まずは強欲に汚れるものを退けたこと、おめでとうと言いたいところだが、これは妙なことになったようだ。もちろん私は分かっている。だが世間はどうだろうな。不測の事態が起きてしまったようだね。このままでは公正は果たせないまま。しかしそうはなるまい。お前がこの窮地をどう乗り越えるか、実に見ものだ。よし、またお会いしよう。時間だ囚人、とっとと戻れ。あれってマジな？何も出てきませんね。そうですか。我々も予告状以上の物証期待してたんですがね。
怪盗団との接点は確定しましたし、これ以上は高望みですね。ご協力感謝します。はい。え、校長室でも出ました。予告状。よし、もう一度聞くけど、お父様から怪盗団のことは聞いてないのよね。はい。どんな些細なことでもいいわ。思うところがあったら連絡ちょうだい。思い出せたらでいいから。校長、私そんなの聞いてない。つまり君たちは奥村の命を狙ったりしていない。予告状が見つかった囚人の校長についても別人がやったというのね。はあ、嘘を言っているようにも思えない。騙す気なら異世界なんて話よりもっともらしい嘘がいくらでも言えたはず。その上、私の調べとの食い違いもほとんどないわ。作り話でそんなこと可能かしら。それにわかるのよ、仕事柄認めたくないけれど。でも私の情報から奥村に目をつけたならランキングに名前が出る前よね。無視して別の有名人を狙うこともできたはず。わざわざ探ってまで悪党を追うことにしたのは一体なぜ。シンプルね。別の悪党が実在する確証はまだ何もないけど、君が人殺しをやるような人種じゃないことは信じても良さそうね。よし。でも校長と奥村の立て続けの死で世間は怪盗団への見方を変え始めた。潔白の証明に焦った君たちは次の作戦で。どうしたの？まさか投薬の副作用？公安の連中何を使ったの？ねえねえ、聞こえてる？びっくりさせないで。ちゃんと真実を喋っているならなんとか最後まで話し切りなさい。信頼できない供述に仕上がるとお互いまずいことになるわよ。じゃあ話を進めるわ。いよいよ最後の犯行についてよ。わかるわよね。潔白の証明のために君たちが最後に狙うことにした相手、その人物に届いた予告状、手紙の宛名は新島さえ、この私。さあ、すべてを説明してちょうだい。よし。
よし。よし。さてと。春のやよし。これで手はずはと正義の味方でも。では、はい、人事に話はつけてあります。他の目標是新道雅吧。彼女としては光栄なのでは。ずっと追い続けていた廃人化事件の犯人そうでしたな。我々が仕立て上げた犯人。おっしゃる通り。うっせえな。うん、春は自分で呼び出してんだし、そのうち来んだろ。まあ一段落ついたって言っても、今はお父さんの件で。はあ、な、何事。私ら奥村社長を殺したって書かれてる。もう始まったか。はあ、怪盗団。我刚看到主角嘴巴张开开的，因为好笑。あんな顔をさらしたんだぞ。だからって、あれだけ持ち上げといて、一気に人殺し扱い？おついての広返し。事情も知らねえくせに。落ち着いて、まだ世の中の全部が言ってるわけじゃ。だが、釈明のしようがない。ハル、ごめんなさい。せっかく時間作ってくれたのに。大変だったわね。もう大丈夫。あのね、気になることがあって集まってもらったの。みんなは校長先生って狙ったの。は？校長？うちの？うん。どういうことだ？昨日、うちに検察の人が来てね。その、新島さんっていう女性の。それ、その検事さんが言ってたの。校長室で予告状が見つかったって。あんなことがあった直後だもの。校長なんて囚人以外に考えられない。そんなの知らねえっての。手際が良すぎない？私の気のせいかもしれないけど、奥村社長の件は、なんていうか、事件後の事の進みが早すぎる気がする。どういう意味だ？例えば真犯人にはめられたとか。マジか。もしや。じゃあすぐにでも捕まえないと。待て、俺たちは本当にはめられたのか。真犯人の狙いもわからないんだぞ。じゃあ他にどうしろって。一度落ち着きましょう。春の話を聞く限り、世間だけじゃなくて警察も怪盗団を殺人犯として疑い始めている。安易に動くのは得策じゃないわ。今は普通の高校生を演じるしかない。それに来週から中間試験でしょ。こんな時にテストとか。ったく、双葉が羨ましいわ。双葉、
と気になること。うち帰って調べる。何かしらね。ともかく今はおとなしくして目立たないこと。いい？マジかよ。三島ってちょっよし。やるじゃねえか。よし。よし。さてと。やるか。いろいろ見てってください。
や。なるほど。会心の敵だ。いや。行こう。まだまだ未熟だが、そう。タイトルは前の絵に足りなかった。この光はお前たちだ。タイトルでは希望でも、俺の中ではもっと明確な存在だ。こんなことに今まで気づけなかったとは。おお、あなた、いい絵だ。この前見たく、むやみに木をてらっているわけじゃない。同じ絵でこうも変わるものか。これが君の出した答えかね。そうです。欲望と希望。なるほど。履修どちらも合わせ持っての人間だな。君は理解したようだね。あなたは一体。すまない、君に喝を入れるつもりとはいえ少々乱暴だった。でもこうでも言わないと君の闘争心には火がつかないと思ってね。でもどうしてそこまで。一体何が目的なんです。同じまだらめの呪縛から解放された者として何かしてやりたかった。それだけだ。え、以前私がまだらめの客を取ったとかで目をつけられてな。個展を開こうにも会場は貸してもらえない。支援事業も立ち行かず、新さんをなめたよ。そうだったんですか。そう、人の心は様々な欲望にまみれ、時に黒く塗りつぶされてしまう。でも君にはそこから目をそらさず立ち向かう強さがあったようだ。もしその強さがあいつにもあったなら。私とマダラメとの付き合いは長くてね、画学生の時から同じ画塾で講師もやった。昔はあいつも気概があってな。いつか自分の腕で画壇の頂点を目指すと。だが画壇なんて所詮権力争い。うまく立ち回った者勝ちだ。私たちの心もこんな風に黒く汚れていった。しかし人の心は不思議だ。白と黒ではっきり分けられない。子供嫌いのあいつが君を引き取ったと聞いた時はびっくりしたよ。疎遠になる少し前のことだ。子供が熱を出した。休日で病院も閉まってる。なんて大慌てで電話してきたもんだ。そんな、先生を。ああ、私はもうこの世界から私のような敗者もあいつのような間違った強者も生みたくない。そのために支援事業を始めたんだ。どうだろう、うちの出資を受けてみては。もちろん強引なプロデュースもなしだ。
本当にありがたいお話。ご厚意感謝します。ですがお断りします。なぜだね。俺はまだらめとは違います。俺は欲望には染まらない。だって希望が見えているから。迷えば手を差し伸べ、間違えばいさめてくれる。そんな希望の光が彼らがいれば俺は大丈夫です。まったく、あいつの目利きは大したもんだ。変わった人だったな。確かに少しもったいないことをしたな。だがこれで良いとも思っている。我ながら矛盾してるが、これが心なのだろう。面白い。やはりこれこそが俺の描くべきものだ。きっと俺に付き合うのはさぞ面倒だったことと思うが、なぜだろうな。お前は最後まで俺を見捨てないと思った。本当にありがとう。我は汝、汝は我。汝ここに契りを決明の絆へと転生せしめたり。絆は反逆の翼となりて魂の首輝を打ち破らう。今こそ汝、皇帝の究極なる秘宝に目覚めたり。無尽の力を汝に与えん。よし、よし。俺に宿るペルソナ、新たな力に目覚めたか。よし。スランプを抜けたからにはかけなかった分を取り返さないと。改めて俺はお前に誓おう。お前が何かにつまずいた時には必ず手を差し伸べると。さあ行こうか。心ってものをもっと知るためにも今は怪盗家業に励まなくちゃな。
ありがとうね。よし。帰るわ。やっばいなこれ。聞いてるのか？違う。おい、こら！
よし。実はな、面白い。そうだ。よし。
よし。じゃあな。自分の方が書くか。春のやつ、やっぱり参ってるようだな。ああ見えて芯は強い。春ならきっと大丈夫だ。
いらっしゃいませ。いらっしゃい。
なんだと？じゃあな。いきなり殺人とかさ、社長だけじゃなくて悪いことしたっつっても、てか静か。さて始めましょうか。お、いけそうだぜ。あ、殺人とか。でも悪だからって。こつかテレビの会見見た？やっぱり偉いよね彼。静かにしな。時間です。お、いけそうだぜ。お、いけそうだぜ。怪盗団ってさ、やっぱ殺人鬼が近く。そういや私前に渋谷で実は。マジ？それ通報しなって。やっぱそうした方がいいよね。そん時の写メもあるし拡散しとこっと。犯人早く捕まんないかな。始めるわよ。お、いけそうだぜ。お、いけそうだぜ。なんか今回はなんかガチらしいよ。マジ？
ネットにも出てるし、噂だけど公安が動いてるって話も。どうぞ。あの、いらっしゃい。植物の…そうだ、あら、今の聞かれちゃったよ。別に花壇のことで困っちゃったね。あなたになら事情を知ってくれてる人が仲間にいると。困ってるのは会社のこと、急のことで遺言状とかなかったものだから。いきなり上場企業の筆頭株主だよ。従業員だって経営方針とか、社長の娘って言っても。それでね、最近資産や株式について何も。急にご機嫌取り。みんなまた大丈夫、任せなさいって言ってくるけど、私ごめんね。でも今までの相談相手は、私に必要なのは、と、あの、代わりに何か、私これこ土いじり、植物を昔家のベランダで南国の果物を実ら、私よくここで一人でこうしてるの。そうだ、集合まで。これそこのプランター、形とかバラバラで、でもそれでね、私の作ったお野菜、今度新しいのが出。ありがとう、とびっきり新鮮。じゃあ、主君。皆様からご意見を、その当たり前を。またそんなことよ。前に気になっ、私がバンしてやったメジエド、本物じゃない。はあ、あー、私の後メジエドって名乗ってたやつと、こん、どういう意味。この前のやつが書いてた行動、今までのどのメジエドとも違う。行動は書いたやつの指紋、どんなにごまかしても癖出るし、この前のは切り張りだらけで一貫性がない。スキルが雑魚すぎる、ガバガバだ。でも最近参加っていうか、クラックに興味ある人種のコードじゃないっすわ、あれ。メジエドを名乗っ、ひょっとして
怪盗団が人気出て、ちょっと真逆なんじゃない？逆？怪盗団を有名にするためにメジエドを名乗っ、はあ、実は私も。どういうこと？さっき言っただろ、この前別の場所で同じ指紋。どこだ？怪盗お願いチャンネル、外部から不正に書き換えられていた形跡がある。マジか。夏休み前ぐらいからアクセス数が、それにランキングも特に。つまり怪盗団を挑発した人と何かサイトの改ざんでも、メジエドの挑発。しかも私たちが奥村社長を狙ったのは絶好のタイミングに。辻褄。じゃあ犯人は初めから。そんな。あくまで推論だが、ここ2ヶ月くらいの我が輩たちは。だってお前、あんな騒がれたもんが。俺ら憶測で汗。とにかくこのままだと。でもまさか今この。ああ、もし本当に手がかり。今回の人事、なぜ私のような若輩を。自殺と断定されかけていた囚人学園の校長の件を洗い直し、光栄です。怪盗団の件、もはや国家の一大事だ。正義の執行者である我々検察に期待が高まっているんだ。陣頭指揮を取ってもらいたい。まだ返事を聞いていないが、怪盗団一掃の件引き受けてもらえるね。最善を尽くします。成功の暁にはそれに見合うポジションを用意しなくてはな。賞賛はあるのだろうね。当然だが、受けるからには失敗は許されない。分かっているね？もちろんです。必ずご期待に応えてみせます。どんな手を使ってでも。話は以上だ。いい結果を期待してるよ。ただいま。おかえり。ご飯は？いらない。お風呂を沸かす？いい、着替え取りに来ただけだから。泊まり？大きい仕事任されたからね。ひどい顔してるよ。大人が仕事を引き受けるってことは勝てなきゃ終わり。だからってお姉ちゃんが倒れたら。ようやく掴んだ出世のチャンスなの。校内に刑事が立ち入ってるんだって、ね、安心して。どういうこと？私が怪盗団を捕まえてみせる。さっき言ってた。あなたには関係ない。やっぱりお姉ちゃんが怪盗団を。まずい。異世界の。つけておこう。お、やるのか？
よし。じゃあ実行に移ろうか。よし。やるじゃねえか。よし。よし。さてと。怪盗め、こそこそしやがって。前通るたびにジロジロ見やがって。やっぱ噂を。はいはい、静かに。次、一緒に行っちゃ…なんでって…別にさっきからそうだ…ああ…刑事さんからの指示…余計なことは言わないで…そこ…悪いね、すぐ済ますよ。ああ、保護観察…カモシだとやりやつ…見かけによらず血気盛んなんだね。個性的なお友達ばかりだよね。北川雄介君にお友達は時間とら…ああそうだ、怪盗団って大丈夫、ご苦労、参考にさせてもらう。悪いけど緊張して…みんな…お決まりの手口だよ。出してな…多分な…しかし…警察も…ねえ…あの目がさ…なんだか…まこちゃん…予想してなかったわ、正直。疑われない努力と疑いを晴らす努力だぜ。混乱すんのも無理ねえよ。私、捜査の手が実際どんくらい迫っ…てか、警察も気になるけど、今や市民全員が通報者だよね。人気者だったのにな。ねえ、ハル、その…他のみんなは、2年生の3人には、いっそ学園祭実行…なん…怪しまれずに集まれるでしょ。私は賛成。何があっても縁起でも。だが学校に来られて聞き取り、俺も用心。今は守りで精一杯だな。なんとかしん、当然よ。
よし。そうだな。さてと。ええ、またあとは。とはいえ。どうなの？わかりますか？これだ。正解です。いちいち口にだ。明智五郎だ。これも明こっちも匿名だとドイツもついこの前までの全皇帝の空気がう手も動かしてくれると嬉しいんだけど、リーダーから俺たちだってものはいいよ。うわっ、犯人像のプロファイリングだと。怪盗団の怪盗行為はフェイクで、殺人が本来の目的。奥村以前の改心は腕鳴らし。はあ、ついに殺人が本業ってまで言われ出したのね。バカすぎて逆にウケるぜ。くそ。結果出た。第1位は明智五郎君。はあ、明智？何今驚いてんの？歌手とかアイドルとかじゃねえの？ここまで人気が上がっ集計してんならいくらでも嘘つけんだろ。こんなに圧勝じゃ正直入れる人いるだろ。
わざわざゲストの話は。そうだ、あの様子じゃ一人しん今は一つでも何かつく。おう、怪盗団による犯行が疑われる。これまで批判されながらも、実は一連の不審怪盗団に警鐘を鳴らした。彼らが危険でも事件、この事件には。なお明智さんは今後どういう。なんだ、真剣な顔で携帯。ごじらせんなよ。つうかお前、学校関わっ。まあいい。いらっしゃいませ。やれやれ。ゆっくり見てたよ。気をつけんなよ。
囚人。構成の時間だ。刑を執行するのさあ、何が起こるかな。これで良いのか。すぐ技能を選びなさい。かなりの力を授かって生まれそうだな。かなりの力を授かっなるほど。もう終わりか。なんだ。時間です、囚人。ふざけんじゃないよ。
よし。ネタちょうだい。誠、それがもしかしたら考えたんで、明智君。マジ？危険をおびき寄せんのは避けた。危険はもちろん、でも有力な情報源なし。お姉ちゃんは期待。まさか明智君の彼を情報。こいつは大胆だな。彼の昨日の会見、突然の怪盗団擁護発言、完全に怪盗団が見てるって意識して言ったんだと思う。だからって人の賭けよ。しかもブワーマ。でももうそんなこと。どうなら、みんなも。私はいいよ。情報源と言わず。待った、マジか。連絡先を。早速連。ぶっちゃけ明智、好き嫌い言ってる。情報源だと。もう返事考えさせて。待てよ。だから断られ。食い下がるだけ。悔しいけど今は他にすがるものがない。頼むぜ誠。やるか。よし。あのさ、実はさ、ごめん。
ああ、それじゃ、ちょっと待てよ。移ろうか。おはようございます。いえ、あのさ、これだ。正解。やるじゃねえか。おかえり。なんでって、どうです？見ての通り、新島の嬢ちゃんは元気。残念ながら、あの人は。それでは、この件に怪盗団なんてものが野放しなのは
要人ばかり狙われるのを見て、きっと腰が引けてるのは市民の皆様には迷惑をかけて申し訳ない。すぐに。政治家のくせにできたやつだよな。私はこの件に悪党の勝手な世直しだ。国民の皆様の関心に。今時うちには政治家の不祥事、外には一日も早く立つ。何ボン心配してるわけ。清廉潔白、ようやく日本にも。ねえマスター。悪い、聞いてん。悪党か。まあでもあれじゃあ本質を。無差別に人を襲う連中ならどうして教師や画家なんかに謝罪させたと思う？もし全部が怪盗団じゃなく怪心だ彼らが、僕が本当に最初に会った時か、君の前だと。ああそうだ、ってもうせっかくの機会だから。ごちそうさま。そりゃ会えてよかった。それじゃあ。ゆっくり見てたよ。こと？はあ、ごめん。
盛況だな。人、そりゃそう、怪盗団に鴨志田。私服っていうかいるわね、多分普通の学園祭。いろいろ見て決まりなんかねえよ。あなたやリーダーは実際捜査の過程で名前くらい上がってる可能性も。前に先生たちが何人も聴取された上、気持ちを。確かに初期メンバーはだいぶ長い。それだけ足。わ、まあまあそのくらいにします。春はえらく楽しそうだな。まあ気分転換はしたいな。じゃあもぎ、そうか、あ、そこそこいけて、なら私ついてきて。ここだよ、メイドたこ焼き。ご新規様ご案内。お前んとこの店かよ。いいじゃん、模擬店でしょ。かんこ取りやべー。まあ人目がないから話するにはいいかもだけど。ほんのここへ来る。あること。来たぞ、普通に振る舞えよ。知るかよ、この場がもう普通じゃ。おかえりなさいませ。はい、オーダーどうぞ。オーダーって言っちゃうのかよ。変わり種がいる。普通のに申し訳ございません。普通のんだ。では、すみません。じゃあ今いか。嘘つけ、絶対ねえだろ。実はメイド服に凝りすぎてエスタコはあんま。みてえだな、リュウジ。なら、ロシアンたこ焼きです。じゃあ少しおじ。もうタコはわ。っていうか、鴨志田まで被害者扱いになりかけてて。もう校長も狙われたという憶測も聞こえたな。俺は明け全部つかさ、明智の野郎が意外と。ああ情報を取るつもり。え、でもお待たせしました、焼きたてだって。嘘だ、レンジの音したし。まあ学祭にカリカリのたこ焼きとか期待。ロシアンたこ焼きって。隠し味にジャムでも。いや、一つ明らかに真っ赤だ。おい、まさかロシアンって。あえて行くのが男って感じ。そうなのか。俺は形状の美しいものだが。あら、みんな食べないの。まさか。なら、お、さすが。あれ、講演会明日なんだけど。会場の下見にね。大勢のお客さんが来るのに失敗はできないし。やる気だけど、さすがに気づか。そりゃおめえ、正直根も葉もない噂。これ一ついただくね。あ、特別出演料代わりってことで。それいいから。うん、うん、息はやっ、喉が、胃の中が。大丈夫？ケーキに決まってるだろ。おい、じゃあうわ、痩せ我慢やばい。しだがいかんな。どうも。気持ちは、明日は頑張らないと。ううん、絶対やってみせ。
明智のやつ来た時みんなお揃いって言ったっぽくね。これで一通り回ったか。気づかれが尋常じゃなかったな。ほんと一番の思い出は特別。私は楽しかったよ、みんなと一緒だったし。ハル、どうする？ありがとう、早めに帰って休もう。賛成だぜ、あの野郎。おや？帰るぞ。あの、俺は失礼します。さてと。つけておこう。